L85、L85 はイギリスで開発されたアサルトライフルである。イギリス軍が採用する SA-80 ファミリーのうちの一つである。1985年、XL70 の改良型をベースに L1A1 及び L2A3 と更新する形で採用された。当初は 5.56mm 弾を参考に開発した。 独自規格の 4.85X44mm または 4.85X49mm 弾を使用する予定だったが、結局は 5.56X45mm ナト弾を採用した。ブルパップ方式を採用し、発射機構は銃の最後部に収められ、全体のコンパクト化を図っている。また、本体はスチールプレス加工。 ハンドガードやグリップ部分はプラスチックを使用し、優れた生産性、耐久性を持ちながら生産当時としては低コスト化にこうしている。特筆すべき構造上の特徴として、後に自動小銃のスタンダードとなるフリーフローティングバレルをいち早く採用しており、ステアオーガストやホーマスなどのブルパップライフルも含めた当時の自小銃の中では、 非常に高い精度を有する点が挙げられる。メカニズムは AR-18 をベースとしており、スタニッヒマガジンを使用できる。また、命中精度を高めるために、取り外し可能なスーザット光学小準機を備えている。スーザットを使用しない場合は、後付けのフロントサイトと固定式、リアサイトを搭載した着脱式キャリングハンドルを装着する。コッキングレバーと口は、 右側面に設けられており、銃を左肩に構えて射撃することは考慮されていない。はい。鞘口の後方には、開口部を保護するための手動防塵カバーがあり、手で閉じられたカバーは、ボルトとコッキングレバーが交代すると再び開く。クロスボルト式の安全ボタンは、引き金の髪型に、セミオート、フルオート切り替えレバーは、レシーバー左側面にあり、それぞれ別個に操作する必要がある。 専用のナイフ型銃剣はグリップが中空構造になっていて、重心先端のフラッシュサプレッサーへ被せるように装着する。配備された部隊では、バッキンガムでの衛兵任務の際も使用し、伝統的な衣装に近代的な L85 小銃を抱えた姿で経営に当たっている。イギリスは第二次世界大戦終結までに国産自動小銃を配備しなかった数少ない。 大国の一つであり、1950年に勃発した朝鮮戦争でも、303ブリティッシュ弾を用いるリー・エンフィールドナンバー4小銃が標準的に配備されていた。イギリス陸軍では1945年末頃からブルパップ式小銃の開発に着手しており、また軍事小主導で設置された委員会での試験と検討を経て、新型重要小銃弾の理想的な光景は、 250から270程度とされた。1947年3月、委員会は複数設計された試作小銃弾のうち、270弾 6.8x46mm と 7x43mm の開発継続を決定した。280後継弾は委員会が定めたものより大後継だが、これは長射程と、 安定した威力を求めるアメリカを意識したものである。その後、サイズを30から06弾に近づけた280、30弾が設計された1951年280弾を用いる自動小銃としてナンバー9小銃 EM-2 の採用が決定した。しかし、最終的にアメリカ製の 7.62EX51mm 弾が NATO 標準弾として採用されたため、独自弾薬を使用するナンバー9小銃は、同年中に採用が撤回され、1957年には、フェル小銃を国産化した L1A1 小銃、SL が改めて採用された。1960年代後半、イギリスで SLR の更新が検討され始めた。7.62X51mm 弾は、 イギリスが理想としたものに比べて非常に強力であり自動小銃に適した小銃弾ではないと考えられていた。第二次世界大戦や朝鮮戦争での戦訓を検討した結果、新型小銃弾の最大射程は400メートル程度が最適とされた。1970年、エンフィールド造兵賞に対し陸軍下機総監は1971年末までに 以下の事項につて研究を完了するよう命じた。これらの研究を踏まえ、1972年に作成された文書ゼネラルスタッフターゲット3815において、新型火器の設計プロジェクトについて、以下のガイドラインが示された。1976年6月14日、NATO における新たな標準小銃弾の検討が始まる1年前、 新型小銃弾 4.85X49mm 弾を用いる新型火器のシステムが発表された。この時に公開されたプロトタイプの評判は良好だったため、国防省では同システムが問題なく採用され、また 4.85X49mm 弾が NATO 標準弾に採用されることを期待した。しかし、 アメリカや一部の同盟国がすでに採用していた 5.56X45mmM193 弾が有力な候補とされ、これをもとにベルギーで設計された s s 1 0弾が新たな NATO 標準弾として採用されることとな<あ>。この時点でイギリスの新型火器システムは及び XL65 小銃という仮名称が与えられていたものの開発初期段階のため、 依然として様々な不良が残されていた。新たな標準弾の採用を受け、5.56mm 仕様への再設計及び基本設計の改善が同時に進められることとなった。このため、開発コストは増し、配備開始日時、in、サービスデートは延期された。5.56mm 仕様のプロトタイプは3種類、試作されたものの、いずれも試験結果は振るわなかった。 1981年に開始された兵器委員会オードネンスボードによる審査では実践を想定した核、環境でのみが行われたが、歓迎知試験などの環境再現が不十分だったこともあり、潜在的な欠陥の洗い出しに失敗していた。1981年から1984年にかけて実施された不評試験評価体、インファントリートライオールデベロップメントユニット、 移住での試験も不十分なものだった。それにもかかわらず、1982年に国防省がエムフィールド造兵省のごく近い将来における民営化の予定を発表を行ったこと影響し、エムフィールド造兵省と移住は新型火器について共に肯定的な最終報告を提出した。1984年1月に行われた。 正式採用に向けての検討会議でも試験は徹底されず、最終的にはいくつかの問題点を認めつつ、最新モデルではすでに改良が加えられているとして、さらに難点の改良を加えるならば、E は及び LSW は実践運用に差し支えはないと判断された。1984年9月13日、十分な改良が行われたとして、正式採用に向けての合意が結ばれた。 1985年6月、限定的な配備に向けて、エンフィールド造兵賞が17万5千兆分の生産契約を結び、10月2日に行われた第一、代隊による式典で初めて公的に使用された。しかし、間もなくして、非常に多くの問題点が指摘されることとなった。完全に右利き用に設計されている点や、重量が L1A1 とほとんど変わらない点。 重量バランスの悪さや引き金の硬さなどから撃精度が悪い点、射撃速度が非常に低い点などに代表される使用時の性能上の問題のほか、銃を落とした時に暴発を起こす危険性が報告されていたほか、部品の破損や脱落も相次いだ。調達コストも高額照準機の採用などによって当初の想定より膨らんでいた。それにもかかわらず、 1987年10月には全軍への本格的な配備が決定された。初めての実戦投入は1991年に実施された湾岸戦争への派兵においてであった。主戦場となった砂漠地帯では砂の侵入による動作不良が多発し、少なくとも信頼性は保障されているとして LA-1 やブレンガン、スターリング短期間銃などの旧式火器を あえて調達する部隊も多かったという。地上装備評価隊、ランドシステムズエバリュエーションチーム、ランドセットが作成した、報告書では L85 について、弾装一つを打ち切る前に停止する、一部の、小隊長から戦闘中の動作不良を原因とする、死傷者が出たと報告された、などと告評されていた。1992年8月にはこのランドセット、報告書のコピーが、 報道機関へと流出した。1990年代中頃までに多数の小回収が加えられたものの、依然として欠陥は残されており、1997年にはイーワと LSW の両方が、NATO 指定兵器リストから削除された。その後、の指示を受けたヘッケラーコッホ社、H&K による改良に向けた調査。 研究が1995年から1997年にかけて行われた講述。1998年には改良候補点が報告され、同年中頃には各環境における運用試験のため200兆分の回収契約が結ばれた。試験は1999年1月から7月頃まで行われ、12月には国防省へ最終報告が行われた。 その後、20万兆分の回収契約が結ばれた。なお、国防省では L85 をアメリカ製の M16 で更新する案も検討されたと言われている。2001年10月18日、回収された A2 モデルが正式に発表された。A2 モデルの採用後、L85 の名は NATO 指定兵器リストに再掲載された。2002年3月に対して、 A2 モデルの最初の配備が行われた。もともとは月あたり3000兆の調達が予定されていたが、アフガニスタン派兵の影響でより急速な配備が求められることとなった。A2 についても動作不良の報告があったが、国防省では清掃手順の周知不徹底が原因であると判断した。しかし、イギリス軍内部には L85 には未だ、 解決していない問題が数多くあるとする意見が多数存在した。そこでイギリス軍は新たに270万ポンドを当時5000兆の L85A2 を回収する契約を再び H&K 社と結んだ。そして2017年9月に L85A3 は一般公開され順次イギリス軍に納入される予定である。1985年の配備開始直後から L85 について多数の欠陥が指摘された。暴発の危険性や発射速度の低下なども指摘されていたほか、1978年時点で320ポンドと想定されていた調達費用は、1983年4月時点で523ポンド、数ーザット準着込みで799ポンドをまで膨らんでた。それ以外にも多数の欠陥や、 部品破損の報告があったものの、の報報告告ががああったたた。も委員会ででは、十分優れれるとの報告がまとまめられてい SA-80 がジャムを起こさせる原因は多い。SA-80 のボルトには、コッキングレバーが直接取り付けられており、これが発射の際に激しく前後運動することになる。そして、SA-80 のレバーは、同じような構造の AK-47 と違って、配置も悪く、 排出された薬莢がこのコッキングレバーに当たってしまう。その結果、排差やスピードが妨げられるだけでなく、薬莢が排い、差や口に挟み込まれ、最悪の場合は穴の中に跳ね戻ったりしてしまう。当然、それは作動不良を引き起こす。また、マガジンの信頼性が非常に低かった。SA-80 のマガジンは弾薬を押し出すための、スプリングが弱く、ほとんどの兵士は、 装填を28発以下に止めていた。それでも弾薬は途中で止まってしまい、装填不良の原因となった。また、マガジン挿入口を広く取ったのは良いが、マガジンキャッチのスプリングが貧弱で、マガジンが自長によって滑り落ちてしまうこともあった。この結果、発射と同時に装填と灰、鞘がどちらも正しく行われず、弾薬が薬室に送り込まれる段階で噛み合って、 止まってしまったり、あるいは薬莢が機関部の中に戻ってしまったりして、作動不良を引き起こした。コッキングレバーを動かして、手動で廃斜やしたりマガジンを入れ直して撃てれば、よし、フィールドストリッピングでも治らず、最悪機関部が破損して、工場を送りになることも珍しくなかったと言われている。実際、回収前の L85 は、イギリス軍に配備されて、すぐに、 多くのトラブルが発生しており、幾多の大小規模の改造を経て L85A1 となるが、それでも問題解決には至らなかった。後述の大改修前にクウェートで行われた試験では、平均99発ごとに作動不良を起こしたとのことである。そのため、イギリス陸軍特殊部隊 SAS では L85 ではなく、アメリカ軍の M16 シリーズ。 あるいはそのライセンス生産品であるカナダのディマコシー7を使用していたことが知られている。SA80A1 はそれまでに幾多の改良を加えられたにもかかわらず、トラブルはなくならず、これらの致命的なトラブルを解決するため、軍用銃の開発、製造で実績のあるヘッケラーコフホ、H&K 社回収作業を受け負うことが決定した。H&K が、 イギリスの航空機メーカーである、ブリティッシュエアロスペース、b a e の一部門、ロイヤルオードナンスに買収されていた時期である。H&K が回収を施した200兆のテストは、成功率に進み、旧200万ポンド、約150億円を投じて20万兆の SA-80A1 を回収する契約が結ばれた。これは、兆当たり実に7万5円にもなり、 ドイツ連邦軍などで採用されている H&K の G36 ライフルの新品一丁とほぼ同じ。無論、イギリスが G36 を輸入、あるいはライセンス生産した場合にかかる費用などは、除く額になる。改良箇所は以下の通り。また、作動不良の解消とは関係ないが、ライフルグレネードからの転換として、L123A にグレネードランチャーを使用できるようになった。 装着の際、SA-80 のハンドガードは取り外され、グレネードランチャーと一体のものに置き換えられる。その他にも様々な改良を加えた結果、作動不良の回数は平均25,200発に1回と劇的に低下した。こうした回収の結果 SA-80A2 ができた。これをイギリス軍は L-85A2 として採用している。2009年頃からは、 以下の紹介料が行われている。現代戦において、銃剣突撃の例は、極めて少なく、例えば、アメリカ陸軍では2010年に、銃剣術訓練を廃止しているが、イギリス陸軍は2004年に、イラクで発生した、ダニーボーイの戦いにおいて、プルパップ式で、銃剣格闘に向かない L85 を使用して、フォークランド紛争以来となる、銃剣突撃を成功させている。 この戦いでは、マフリー軍に所属する武装勢力の襲撃を受けたイギリス陸軍部隊が銃剣突撃を観行し、武装勢力の撃退に成功した。この戦い以降もイギリス軍はたびたび銃剣突撃を行っている。SA-80 とは、スモールアームズ 1980S から由来している。一種のファミリーネームと考えることもでき、重要部を共通設計として、 次のような派生型が開発された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。